定権プロモーションは東京都北区にあるプロボクシングのプロモートカンパニー東京都新宿区神楽坂にあるボクシングジムの運営母体大阪定権ジムただし現在は移転1926年7月上海に無断で遠征したことで渡辺雄二郎を率いる日本剣道クラブから破門された小木野貞幸が新橋駅近くに 帝国検討会見同社として設立。実業家だった、小木野の,の父の紹介により後に日本、ボクシングコミッション初代コミッショナーとなる、田辺総英が、初代会長に就任し、師範に、小木野、女子販に、佐藤東洋、滝沢吉介、吉本武夫、マネージャーとして小木野とは、立教大学の同級生だった、本田明が参加した。現存する国内ボクシングジムでは、 東京検討会に次いで2番目に古い。田辺会長が後楽園スタジアムの取締役になるとともにホンダマネージャーが2代目会長に就任し、戦後の1946年に定権株式会社として法人化、事務名を王子剣道会とした後、1954年より現事務名。王子剣道会時代には日本初の世界王者になる前の白井義雄も、 所属していた。1965年7月3日に、本田明アキラが死去し、仙台会長の次男で、立教高校3年であった、当時17歳の本田明アキヒコが新会長就任。現在実質的に事務内を切り盛りするマネージャーは、長野春。なお以前の事務は、東京の北区、王子屋新宿区の早稲田や四谷にあった。現在の練習場は、 1998年6月1日にオープンしたものである。また、大阪帝拳もかつては大阪市宮古島区京橋にあった。2007年3月18日に、本田会長がプロモート業に専念するため、浜田氏が新設の代表に就任した。新日本仙台 OB 田中仙台や、元日本大学フェニックストレーナー山本忠夫も、 指導者として採用している。2009年3月チャンピオンカーニバルでのミニマム級、日本王座決定戦で、所属選手、辻正立が、小負けにより死亡というリング化が発生。その直後2週間ほどもに福祉休業。その後、一時期はウェブサイトを閉鎖し、新規練習生の受け入れを中止した。東京定県が2020年1月までに排出した、世界王者は11名。 日本のジムでは競泳に次ぐ数字である。大阪定拳からも3名排輩出。日本テレビ、電通とのタイアップで前世紀のマイク・タイソンを2度、招平し、東京ドームで WBA、WBC、IBAF、統一世界ヘビー級タイトルマッチを開催。このうち、1990年のジェームス・ダグラス戦では、ジミー・レノン・ジュニアを、リングアナウンサーに起用。レノンにとっては、 初の大舞台であった。この後、レノンは次第にビッグマッチを手掛けるようになり、2013年には国際ボクシング名誉の電動博物館に電動入りしたが、西岡俊明の日本国内外での7度の防衛戦のうち五ドリングアナウンサーを務めるなど、定験主催の興業にはたびたび登場している。また、ロンドンオリンピック金メダリスト村田亮太は2014年9月より、 所属となったが、サンサコ所属として、プロ転校した当初よりサポートしている。サンハザマ時代からの関係で、村田の試合を中心にフジテレビとも、タイアップを組むようになった。日テレとタイアップして、ダイナミックグローブ、ワウワウとタイアップして、エキサイトマッチ世界プロボクシングといった興行や、海外プロボクシング番組をプロデュースし、リカルドロペスやフリオセサールチャベス、 ロイ・ジョーンズ・ジュニア、オスカー・デラ・ホーヤ、フェリックス・トリニダード、マニー・パッキャオといった世界的なスーパースターによるスーパーファイトを日本のプロボクシングファンに提供してきた。一時期、アメリカで人気の総合格闘技、UFC の放映権ビジネスにも関わり、ワウワウ、日テレ G での放送に関係していた。一方、大阪定権は読売テレビとタイアップして、 ドラマチックボクシングを放送したが、YouTube が放送を打ち切ったため、朝日放送 KCS、チャンネルスカイ、A スポーツに移され、休止期間を経て、現在は、ノーテレビ。日本ボクシング連盟にも加盟している定県、大阪府、青森県、福岡県と、国内に3つの系列事務を所持しているが、アメリカ大陸の国々にも、定県系列の事務や、事務所が存在する。かつては、 定権宇都宮事務や沖縄定権事務も存在した。突起なき場合は、定権所属は現役選手本田会長が、長谷川の世界タイトルマッチのほぼ全ての試合でプロモーターを務めており、また山下正人会長は、定権所属で JBC から2007年度トレーナーライセンスを取得した。世界ランカー経験者その他の、 主な選手この記事は以下のカテゴリでも参照できます。定権ボクシングジムに関するカテゴリ大阪定権ボクシングジムに関するカテゴリ福岡定権ボクシングジムに関するカテゴリー、八戸定権ボクシングジムに関するカテゴリ定権に関するカテゴリー、王子剣道会に関するカテゴリありがとうございます。